地図東美市、梅野記念絵画館、ふれあい館は、1998年に開館した、長野県東美市立の総合交流施設である。旧称、北見牧村立、梅野記念絵画館、ふれあい館。芸術村公園内にあり、ホールと共に、東美市総合交流促進施設をなす。美術品コレクターであった、梅野隆お及び梅野光雄のコレクションを、主な収蔵品としている。 久留米市出身の梅野光雄は、青木茂、坂本繁次郎と同居であり、交友が深かったことから、二人に関する資料も展示している。梅野家は、やめの大地主で、光雄は上京中の青木の生活を助け、没後すぐに、遺作30点を遺族から買い取り、遺作展を開催、坂本には、アトリエ用地を提供するなど、両者を無名時代から支援した。 フレあイ館では市民による展覧会や企画展が開催される。今後は梅のコレクションを継承しながら、東美市立の絵画館及び総合交流促進施設として地域に根付いた展覧会やイベントを開催していく予定。秋頃には日のアートフェスティバル、天空の芸術祭などのイベントが開催され、会場には2万人近い来場者が訪れる。梅の三尾の収集した。 青木しの作品群が石橋章二郎のコレクションの元となっている。近代日本のぶっこ作家の作品を中心に、近代画家の作品を中心に収蔵している。梅野隆の父である三つが青木し坂本半二郎との交友が深かったことから、青木しに関する資料や書簡の展示も行っている。主な収蔵作家、ありがとうございます。